心を躍らせ名前を呼ぶよブリッピーだよ。はい、私はミカ。僕たちがいる場所はここはトリプルプレイファミリーファンパーク、アイダホ州のヘイデン市。そうよ、屋内で遊べるものがいっぱいある。聞くところによればボーリング場もある。やった、とてもやりたいわ。僕もだよ、行こう。わーい。やあ、お名前は？私はエヴァ。初めまして、僕はブリッピー。私はミカ。ようこそ。ここで何の仕事をしてるの？ボーリング場の受付をしてるの。おお、いいね。ちょうどボーリングをしたいと思ってたところなんだ。ではレーンをセットするわね。ボーリング用のシューズを出すわ。いいね。おお、これがぴったりだと思う。ありがとう。完璧。わあ、ボーリングシューズ。見て、そこが平らになってるよ。これなら床を滑りながらボールを投げられるわね。わあ、それにボーリングシューズを履けば自分の靴で床を汚さない。だから絶対に履かなきゃダメよ。そうとも。どうもありがとう。楽しんできてね。ありがとう。それじゃボールを選ぼう。いよいよね。見て、色分けされてる。ねえ見て、私の好きな黄色のだよ。おお、いいね。おや、数字が書いてある。この数字は9よ。こんなのもある。これを見て。うわお、赤だ。おお、ここにも数字がある。11だ。何かな。はあ、きっと重さを表してる。そうね、確かめてみようか。交換しよう。では9と11を持ち比べると、ほんとこっちの方が重い。そうだね、9の方が軽く感じるよ。そうね。数字は重さなんだ。当たり。じゃあ君に9のボールを返すよ。どうも。じゃあ他のも見てみよう。おお、僕が好きな色、青だ。ほんとだ。うう、10って書いてある。重さが10ポンドってことね。そうだよ、まだ他にもあるかな。そうね、あ、この赤のボールの数字は7よ。わあ、いいね。持った感じはぴったりよ。私はこれを使う。スイスイ投げられそう。オッケー。おお、僕はオレンジ色も好きなんだよ。おお、これには13って書いてある。13ポンドもあるのね。これ持ってみるかい。おー、これは私には重すぎる。ああ、僕にはちょうどいいよ。力持ちね。褒められた。じゃあこれをピンに当てるんだ。ピンは重いからって吹っ飛ぶよ。早く見たいわ。いざレーンに行こう。よし。わー、いいね。僕らを歓迎してくれてる。ピンがライトアップされてる。とてもカラフルだ。そうね。さあ、どっちが先に？お手本は。オッケー。よし、あっちのピンを見ててね。うまく当ててブリッピー。わー、おおお、見たかい。ほら見て、ほら何本か倒したよ。そう、向こうにある白いものはピンって言うんだ。全部倒すのが目標だよ。わお、楽しい。オッケー。わかった。わかったわ、たくさん倒したわね。嬉しいよ。上手。次は君だ。では私は第4レーンで。あったり。ピンを9本も倒せたよ。10本のピンを全部倒すのが目標よ。今1本残しちゃったけどね。楽しいわ。わあ、上手だね。ありがとう。僕より倒したね。よし、二投目だ。きっとうまくいく。ありがとう。よし、投げるぞ。おー、全部は倒せなかった。ねえ、これを見て。レーンの脇、この溝の名前はガター。これはガター、これはレーン。真ん中に向かって投げるんだ。ボールがガターに落ちたら得点はゼロになっちゃうんだよ。笑えるね。よし、ミーカの番。ねえ見て、ボールがこっちに戻ってきた。ほんとだ。ほら、便利だね。これはボールリターンっていうの。おお、いいね。2投目。それじゃ頑張ってね。サンキュー。失敗、当たらなかった。僕の番だ。その前にレーンを見よう。これを見て、
そう、数字の3だね。そしてこっちのミーカのレーンの数字は4だよ。そうね。いいね。やった。別々のレーンを使ってる。じゃあ続きを。グッドラックブリピー。ありがとう。よし、ボールをピンに当てるんだ。ガターに落ちないようにしなくちゃいけないんだよ。よし、行くぞ。イエーイ。イエーイ。見たかい？そう、スペアを獲得した。2投目で全部のピンに当てて倒したってことなんだ。1投目で全部倒した場合はストライクって言うんだよ。いいね。ねえミーカ。何？さっきこれのことをボールリターンって言ってたよね。ええ。ボールがあっちからこっちまで自分で戻ってくるなんて驚きだね。ほんとね。私のボールもすごく早く戻ってきた。はあ、どんな仕組みになってるのかな。ぜひ知りたいわね。私がボールを投げるからどう戻るか見てきて。面白そうだ。よし。でしょ。おお、すごいところだ。わあ、ここはレーンの突き当たりの後ろ側だよ。実は特別に上に登って下を見られる許可をもらったんだ。行こう。おお。わあ、すごいな。わあ。驚きだ。見て、下にピンが並んでる。ああ、確かにピンの数は10本あるよ。おお、面白い。ピンの上になんだか紐のようなものが取り付けられているよ。おお、照明がいろんな色に変わる。じゃあ私がボールを投げるわね。どんな仕組みで戻ってくるかブリッピーが見るわ。では行くわよ。わあ、見たかい？なるほど、ミーカが投げたボールがここに入ってきた。わあ、ピンがリセットされた。ミーカのために写真を撮っておかなきゃ。ねえ、さっきボールが穴に入っていくのを見たかい？そう、蓋の向こう側に消えた。面白かったよ。じゃあミーカに写真を見せなきゃ。きっと感激するだろうね。おかえり、ミーカ、ブリピー。ミーカものすごく感激したよ。本当？何がわかった？あ、ピンは10本あったよ。それで？でね、君が投げたボールに当たったピンは見事に倒れた。そしてピンの頭には紐のようなものがついていて、上にある機械とつながっているんだ。面白いわね。ああ、ピンは紐で持ち上げられ、自分の位置に戻ってまた静かに降りてくる。わあ、すごいよ君のボールは。奥がスロープになっててね、君のボールはそのスロープを降りて蓋付きの穴に入って君のところに戻ってくるんだ。うわ、とっても面白い。ああ、写真を撮ってきたよ。見て。わかったわ。どう？わあ、すごい仕組みね。またプレイする？もっとやりたい。よし。おお、ボールが戻ってる。行くよ。グッドラック。お互いね。どうかな。惜しい。もう少しでストライク。おお。おお。あと2本だけ。ありがとう。すごく惜しかったね。とっても。よし、あ、ボールが戻ってる。あなたのよ。おお、よし、行くぞ。さあ、頑張れ。わあ、またもや惜しい。どんまい、次は私。ああ、3本残っちゃった。わあ、ほら、見て見て。僕の残りも3本だ。奇遇だわ。倒したピンの数は同じだね。そう、2人とも7本倒した。そう、よし、同時に投げて2人で一緒にスペアを取ろう。いいアイデア。オッケー。よし、準備はいい？ええ、では 3、2、1。僕はゼロだ。私は2本。なかなかやるじゃないか。まあね。
よしよし、このプレーがスペアだ。私もスペアを獲得したわ。よし、行くぞ。あー、惜しいな。君もだよ、ミーカ。まあね。いろいろな重さのボールがあることを知ることができたね。ボールに書いてある数字でその重さがわかるのよ。まさにそうだね。ピンの数は10本だ。もし1投目で10本全部を倒したら、それはストライク。2投目でピンを全部倒したら、それはスペア。正解だ。ボーリングが大好きなんだね。特にブリッピーとなら。僕もだよ、ミーカ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリッピー。ブリッピー、やったね。私の名前も知ってるかな。やった、いくよ。ミーカー。ミーカー。それじゃまたね、バイバイ。またね。はい、僕はブリッピー。今はここで踊ってたところ。でも外はすっごく暑いね。ちょっと一休みしたいな。でも休む暇はない、ダンス中だもん。あ、これを見て。わあ、ポプシクルを売ってる。僕これ大好きなんだ。じゃ一緒にポプシクルを食べようよ。ほら来て。はい。はい、ブリッピー。こんにちは。名前は？ジュリアよ。そう。手作りのポプシクルはいかが？いいね。僕の大好物なんだ。何の味があるの？これはチャチャチャ。マンゴーとパイナップルとチアシードよ。おいしそうな組み合わせだね。マンゴーとパイナップル、そしてチアシードだ。うん。うん。何これ？すっごくおいしい。それはよかった。作り方を見てみる？もちろん。すっごく面白そう。よし、行こう。行きましょう。ここが私のキッチン。うわあ、みんな見てよ。素敵だね。どうも。じゃあまずこれをつけてね。はあ、見てよ。そう、これはエプロンだ。身につけるよ。うわあ。ねえ、ここにあるのは何？全部ポプシクルを作るために使われる材料よ。果物や野菜がいっぱいだね。ええ、そうなの。私たちはスーパーフードをたくさん使ってる。例えばケールやアボカド、うん、他にもほうれん草にチアシードも。あれは何？これはココナッツよ。うわー、いいね。ココナッツか、美味しそう。どんな味にするの？今から作るのはポパイよ。ポパイ？イエーイ、いいね。名前の由来はわかる？わからない。なんだろう。ほうれん草よ。なるほど。それじゃあこれを持って。ベースは作ってあるから、あとは入れるだけ。わかった。これはほうれん草。君のは？いちごよ。いちごか。あと甘みを足すデーツ。うん、デーツだ。よし、移動しましょう。オッケー。これが先に作っておいたベースよ。おお、すごいね。よしと。うわー、美味しそう。じゃあ材料を入れて。オッケー、バイバイ、ほうれん草。あとはイチゴと、それにデーツ。おいしそうだね。ここでは普通のキッチンと違って大きな機械が使えるの。ほんと？ワクワクしちゃう。準備はいい？
うわー、これを見てよ、すっごく大きいね。なんて機械なの？これはスティックブレンダーよ。うわー、中に浸して、うわー、電源を入れる。うわー、いい感じ。うわー、これを使ってベースに混ぜ込むんだね。その通り。うわー、とっても美味しそうだね。次はどうするの？これを型に入れるわ。オーケー。外して、使い慣れたピッチャーがあるの。おお。わあ、これはベースに3つの材料を混ぜ合わせて作ったすっごく美味しいポプシクルの素だよ。それじゃ型に注いでいくわよ。おお。溢れたものも流し込んでいく。型を振って。そう、使わせて。どうぞ。それじゃ次足すよ。うわここに塊ができてる。平気さ、これでいいかな。いいわ。型に注ぎ終わったら、次は塊は避けるわね。次は持ち手の棒を刺してく。おお、ポプシクルの棒だね。食べる時に持つ木の棒のことだよ。それをここに刺すのか。食べやすくなるの。なるほど。次にこれをポプシクルの特別な機械の中に入れるわ。おお、何をする機械なの？ポプシクルを凍らせるための機械なの。ほんの18分で。うわー、ワクワクしちゃうね。ポプシクルは大好物なんだ。ね、見てよ。ここに入れて。うわー、この中はすごく冷たいの？ええ、凍らせるために特別な液体が入ってるわ。うわー、なるほど。あとは企業秘密よ。あとで教えて。じゃあ何をしよう？そうね、いつもは凍るのを待っている間、ダンスしてるわ。オーケー、踊るよ。ふぅー、出来上がったってこと？そうよ。おほほ、うわー、よしっと、ここでちょっと液体を落としましょう。ああ、乾かすの。なるほど。手を滑らせないようにタオルを使う。踊りながら行きましょうか。いいね。別の液体に浸すの。 OK。 でもどうして？型から取り出しやすくするためよ。一つ落ちた。完成よ。とっても美味しそうにできたね。すごくワクワクしてきた。どうぞ食べて。オッケー、それじゃこれにする。うわあ、うん、美味しい。これとっても美味しいよ。うん、最高だ。忘れてた、私もう売り場に戻らなくっちゃ。わかった。あとは任せるわ。好きな味を作ってね。好きな味を作るのってすごく楽しそう。じゃあね。教えてくれてありがとう。いいえ。信じられる？僕たちで新しい味を作り出しちゃうんだよ。よし、やるぞ。ふふふ、楽しみだね。それじゃ一緒に新しいポプシクルの味を作ってみよう。ワクワクするね。まずは材料を確認してみよう。よし、これの名前は知ってるよね。そう、これはリンゴだね。オーケー、容器に入ってるのはブドウ。おいしいよね。うう、これは何だろう。よく見てみて。そう、これはレモンだ。レモンの色は黄色だね。うわー、こっちには緑の野菜があるよ。うわー、ほうれん草だ。うわー、うわー、どうもー。髪の毛みたいだね。おっとおっと、この野菜はケールだ。ケールってとっても美味しいんだよ。でも入れ物が嫌いみたいだ。落ちちゃった。よし、こうして戻しておこうね。それからここにある他の果物や野菜をチェックしていこうか。例えばこれ、うわ、すごく重たい。うわ、うわ、よっと、イエーイ。さあ、
これはスイカだね。スイカってとっても大きいよね。それに美味しい。スイカの中身は何色か知ってるかな？そう、赤だね。そして外側は緑だ。オーケー、あと少しだけ。バナナと、そして、あ、パイナップルだ。最高。よし、それじゃここに大きなバケツを用意したよ。今からここにいろんな材料を入れていこう。外せないのはイチゴだ。まずはこれだよ。いくぞー。ウフー。オーケー、次はケール。わ、これも入れるよ。ほほ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 、とってもいい感じだね。おう、リンゴだ。このまま入れることもできるけど、多分切ってから入れた方がいいと思う。君はリンゴを切ったことがある？リンゴって美味しいよね。よし、この赤いリンゴカッターを使う。これをこんな風にリンゴの真ん中に合わせて下に押す。うわぁ、すごいね。見て、うまくできたよ。リンゴが切れたら、ここから外していこう。それからここの大きなバケツに入れていくよ。うわぁ、でも芯の部分は、うわ芯は残してね。真ん中の部分だ。種がたくさんあるからね。お、種といえばスイカにもたくさんあるよね。あはっ、オーケー。それじゃあスイカを切ってみよう。うわお、僕は大人だから気をつけて切っていく。包丁でいい？オッケー、いい感じ。こうやって半分に切っちゃうよ。回して、うわー、これを見て。とっても美味しそうなスイカだ。きっと最高に美味しいポプシクルになるはず。それじゃ、うん、いいこと思いついた。行くぞよし、次はバナナを入れよ。皮を剥いてっと。よし、バイバイバナナ。ふふそれじゃもう一本入れておこうかな。いいね。それ行くぞいいね。見てこれ、とっても美味しそうだね。これを凍らせたらどうなるんだろう。わあ、それとこれなんて果物か覚えてる？そう、ココナッツだ。これは開け方が少し難しい。でもその分美味しいよ。ココナッツオープナーを使って、やったね。これを見て。うわー、うー、果汁がたっぷり入ってる。まずこれを飲み干しちゃおっと。おっと、ダメダメ、これは全部バケツに入れるんだった。ポプシクルのためにね。うわー、おー、美味しそう。よし、次はこの道具を使ってココナッツの果肉を削っていくよ。いいぞ。よし、いい感じだ。うう、おいしそう。もういいかな。よし、完璧。これをひっくり返して、いいね。それじゃ、あ、そうだ、ほうれん草も入れちゃうよ。ふふふ。それからたっぷりのぶどうも、1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個11個入れたよ。よし、さっき使ったこの果物を覚えてる？これはデーツだ。いくぞー。オーケー、次はこれを入れる。レモンだ。ここには本当にたくさんの果物や野菜が揃ってる。半分に切るよ。わあ、よし、これを持って果汁を絞り出す。ふふうわあ、
レモンを食べたことはあるかい？少し舐めてみよう。うわぁ！うわぁ！酸っぱい！オーケー、手を拭こうね。最後に忘れちゃいけないのが、このパイナップルだ。まずはこんな風に葉っぱを落とす。見て、果肉が黄色い。とっても美味しそうだよね。それから、このパイナップル用のスライサーを上に押し付けて、ゆっくりと回していく。うわぁ、すごいね。それから引き抜く。おお、きれいに取れた。それからこんな風に外していくよ。こうしてパイナップルを入れることで美味しいポプシクルに甘みが足されるんだ。よし、これでバッチリだと思う。見て、うわお、ものすごく重い。一緒にこっちに来て。次はどうするか覚えてる？さっき教わったね。まずバケツを、うわ、ここに置いて、スティックブレンダーを使うんだよね。うわあ、はあ、うわ、それじゃ混ぜていくよ。いくぞ。これでよし、全部混ざったはずだよ。でもちょっと待って、この魔法の道具を使ってみよう。これは巨大な泡立て器。ふふー、見ててね。おー、いい感じ、色がついてきたね。あははは、よし、これはここに置いておこう。それからバケツを置いて、このピッチャーの出番だ。順番は覚えてる？こうしてすくって、おお、おお、ワクワクしちゃうね。型に入れる。おお、もう一度すくってみよう。よし、もう一度入れる。いくよ。うわー、はははー、よし、量はいいよね。少し振るよ。こうしてっと。いいね、本当にすごく美味しそう。それじゃあ棒を刺していく。うわー、すごくたくさんの棒がついてるね。これをこうして刺す。完璧。それじゃあこれを凍らせる機械のところまで運んでいく。いくぞ、ここに入れて。できた。じゃ、さっきは凍るまでの間何をしてたっけ？時間がかかるから。そう、待ってる間ダンスしてたね。ベルが鳴ってる。お、本当だね、完成したみたい。見てみましょう。うふー、行くわよ。うわぁ、すっごくドキドキしてきた。それじゃあこっちに水気を切るんだね。どんなものを入れたのか楽しみ。僕も楽しみ。うん、うわぁ、さあ出すわよ。いよいよだ。うわぁ、見てよこれ。うわぁ、これは僕の大好きな色だ。ほら、ここを見て、青とオレンジ色だ。食べてみる？え、感想は？とっても美味しくできてる。そうだ、外に持って行って売りましょうよ。うん、いいね。よし、僕らのポプシクルを売りに行ってみよう。ポプシクル、ポプシクル、ポプシクルはいかがですか？ポプシクルって最高。今日はこのポプシクルの作り方を一緒に学べて楽しかった。カリフォルニア州のコスタメサからお届けしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ、僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリッピー。ブリッピー。やったね。それじゃ、またね。
僕はブリッピー。今日はカリフォルニア州の田中ファームに来てるんだ。ファームの意味はそう、農場だ。フルーツや野菜の収穫体験ができるよ。イエーイ。スーパーマーケットはいらない。今日は一緒に農場巡りだ。行くぞ。ほほほ、見てごらん、あそこにあるのはトラクターと2台のワゴン車だ。見に行こう。ほほほ、ツアーに参加すれば君もこんなに大きなトラクターに乗ることができるよ。ははすっごくワクワクするね。おお、誰かいる。やあ、こんにちは。僕はケニー。ケニーだね。僕はブリッピーだよ。何してるの？トラクターにお客さんを乗せて農場を案内してるよ。わあ、僕らも乗せてもらえる？もちろん、どうぞ。やったね、行こう。見てよ、ここは人参畑だ。よし、またいでいこう。この葉っぱの下に人参の根がある。普段食べるのは土の下に埋まってる部分だ。だから人参は根菜と呼ばれる。いいね。収穫するためにまずどこにあるか探してみよう。こうして葉っぱをどけて、うわ、ここにたくさんあるよ。このオレンジ色が見える？ここだ。これが根っこだよ。でも土にすっぽり埋まってる。だから掘り返そう。このピッチフォークで。うわ、まるでフォークみたい。でもすごく大きい。よし、土を掘り返すぞ。うわあ、それから引っこ抜くよ。見て、一本取れた。あ、これを見て、人参が取れたよ。うわあ、やったね。僕の大好物なんだ。色はオレンジ色。いろんな料理に使える。サラダや、それにキャロットケーキ。他にはスープも。美味しいよね。それに暗闇で目を見やすくしてくれる。うわあ、最高だね。そうだ、動物の中にも人参が大好きな仲間がいるよ。どんな動物かわかるかな？はあ、じゃあ探しに行こう。あー、かわいいね。見て、これはウサギだよ。あー、この子の名前はアンディだ。素敵だね。さっき取った人参を食べてくれるかな？どうぞアンディ。ああ、お腹が空いてないみたい。いいんだ、地面に下ろそうか。ほら、よし、いい子だね。うわあ、ウサギは大好きだ。毛並みがすごく柔らかい。やあ、この子はピーナッツバター。隣の子はジェリーって名前。おお、もう1羽来た。よく食べてる。おっと、よし、いいぞ。大丈夫だよ。ほら、うわ、この鶏はモダンゲームという品種だよ。そう、体は小さいけれどもう卵を産むんだ。見て、あい、かわいいね。わあ。それじゃピーナッツバターはおろそうか。そうすれば餌を食べられる。幼虫をね。ほら、どうぞ。よし、ね、こっちに来て。見せたいものがあるんだ。うわ、ここを見て。ほら、卵があるよ。そう、鶏が産んだ卵だ。うわ、卵が一つ、卵が二つ、卵が三つ、そして卵が四つ。この二つは大きい卵だね。こっちの二つは小さい卵だ。でもこの二つもモダンゲームの卵ではないんだ。彼らの卵はもっと小さいからね。じゃ、元の場所に戻しておこう。そして他の鶏を見に行こう。見てよ、おやつが大好きみたいだ。
うわー、見て見て、これは人参だ。根の色はオレンジだ。僕の大好きな2色のうちの一つだよ。おお、見て、これは玉ねぎだ。うわー、ものすごく大きいね。こっちも見て、これも品種は同じだ。でもこっちは葉玉ねぎと呼ばれる。どっちもネギだけど全然似てないね。うわー、これはロメインレタスだ。僕の大好物、ヘルシーなんだ。サラダにすると美味しいよ。うわー、ここにあるのはビーツだ。うわー、こっちのはゴールデンビーツで、こっちは普通のビーツ。おお、なんだこれを見て、可愛らしいね。これはラディッシュだ。色が素敵。なんていうかピンクっぽい赤だね。いいね、綺麗な色だ。うわー、見て、ほうれん草もある。小さなケースに入ってる。透明だね。ほうれん草は緑色だ。ここにある野菜には緑色のものが多いね。例えばラディッシュを見て。いい？食べられる部分の色はピンクっぽい赤色だ。でも葉っぱを見て、ここで光合成を行って根の成長を促すんだ。葉っぱは緑色だ。あまり食べないよ。うわー、ケールだ。ケールチップスはぜひ食べてみてほしいな。まるでポテチみたいだけどヘルシーなんだ。うわー、ドラムのスティックかな。違うね、これはサトウキビだ。うわー、これはすっごく甘いよ。うわー、これは長ナスだね。うわー、長ナスの色は紫だ。とても濃い紫だね。あ、すごいね。それにヘルシーだ。おっと、ここにあるのはセロリだ。それとこれはカリフラワー。うん。おっと、ペポカボチャも忘れないで。イエーイ。うわー、見て、まだあるよ。これはピーマンだ。イエーイ。隣を見て、こっちは赤ピーマンだ。見てよ、イエーイ。赤、緑、赤、緑だ。元の場所に戻しておこう。そして最後にトウモロコシの登場だ。僕の大好物さ。ブリッピー、着いたよ。イエーイ、すごくワクワクする。わお、これは一体どんな食べ物だろう。よし、見てみよう。どこかな。その通路入ってみよう。わかった、ここね。よし。うわー、これは何。これはスイカだよ。スイカか。うわー、2種類あるみたいだね。ああ、この小さくて丸いのがクリームスイカだ。なるほど。そっちの大きくて楕円形のが普通の赤いスイカだよ。うわー、収穫していい。ああ、選んでみよう。オッケー。じゃあそこにある黄色いのはどうかな。オーケー。真ん中のだ。これかな。ああ、わかった。どうやるの。持てば取れるよ。やった、取れた。食べ頃になったんだ。うわー、見てごらん。このスイカの形は円形だ。もしくは球体だね。よし、取れたぞ。よし、じゃあ次は僕の番。オーケー。赤いのを取る。うわー、なんて大きいんだ。あー、この形は何。これは球体かな。あー、楕円形の球体みたいだね。もしくは卵型かな。よし、それじゃここに並べてみよう。ああ、いいぞ。おー、美味しそうなスイカだ。よしと、いいかな。さて、こっちは普通のスイカだ。だからもちろん中の色もわかってる。でも割ってチェックしてみないとね。ああ、見てみよう。うわー、イエーイ。外側は緑色で、中は濃いピンク、もしくは赤色だね。うわあ、ここに種がある。黒いのと白いのがあるね。うん、オーケー。こっちのスイカは少し違うみたいだね。何が違うんだろう。こっちは果肉が黄色いんだ。ああ、なるほどね。だからクリームスイカと呼ばれるのか。割ってみてくれる。ああ、中を見てみよう。熟していれば綺麗に割れるよ。へえ、うわー、今までにこんなスイカは見たことがないよ。
見て、中の色が黄色だ。うわあ。よし、比べてみよう。黄色、赤色、黄色、赤色、どっちも美味しいよ。うわあ、味見してみよう。うん、すっごく甘い。クリームスイカが気に入っちゃったよ。君はどっちの色のスイカが好き？黄色が好きだな。変わった味だけどすごく美味しいよ。そうだね、正直これはすっごく美味しい。食べてみる？おお、いちごだね。いちごもすっごく美味しい。もっと取りに行ってみようか。オッケー、この入れ物を見て。蓋付きのフードパックだよ。ほーら、二枚貝は知ってる？貝の仲間でこれと形がそっくりだ。ポクポクポク。それじゃあいちごを20個収穫してみよう。うわあ、いっぱいだね。それじゃ行くよ。1、2、3、4、5、6、7、うわあ、8、9、10個目のイチゴだ。これで半分は取れたぞ。11、12、引く1だ。11、12、13、14、15、16、17、あともう少し。18、19、最後だ。20。いちごが20個フードパックに入ったよ。よくできました。わふう。わあ、この植物は何だろう。今までに見たことがないよ。すごいな。見てよ、背が高いね。トウモロコシの茎に似てる。でもトウモロコシではなさそう。うわあ。うわうわ。今のは危なかった。止まったぞ。着いたよ、サトウキビ畑だ。サトウキビ畑？今の聞いた？じゃあ間違いなくこれはサトウキビだね。うわあ。オッケー、行くぞ。やあケニー。やあ。何をするの？何本か切り倒してみよう。オッケー。うわあ、これがサトウキビだよ。いいのがあったぞ。おっと、うわあ、鋭いナイフだ。簡単に切り倒した。わ、これは何に使うの？そのまま吸い付いてもいいし、ジュースを絞り出してもいい。料理に使える。砂糖にできるってこと？ああ。おお、サトウキビから砂糖ができるんだ。うわあ、すごいぞ。わあ、見てよこれ。いつもはただ皮を剥いてかじりつくんだ。うわあ、ここをかじればいいの？ああ。オッケー、こいつを剥がそう。うわあ、ナイフを使うときは十分に注意すること、わかるよね。ナイフを使えるのは大人だけだよ。ああ、いいね、すっごく美味しそうだ。かじってごらん。よし、行くぞ。美味しいサトウキビ最高。うわあ、これを見て。すごいね、なんて大きな植物なんだ。実はこれは花なんだ。すごく背が高いよね。この花は
ひまわりと呼ばれているよ。うわ、どうして名前をひまわりっていうか知ってるかな？その通り、お日様の方を向いて回るからだよ。うわ、ひまわりは種をつけるんだ。うん、おいしい、すごくヘルシーだよ。今日はとっても楽しかった。一緒に果物と野菜、種について学んだね。田中ファームからお送りしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまた遊ぼうね。バイバイ。はい、僕はブリッピー。この建物を見て。おお、今日はワシントン州シアトルのアイフライインドアスカイダイビングに来てる。すごくかっこいいよね。だってこの中で飛べるんだよ。いいかい、普通のスカイダイビングは飛行機から飛び降りて、おおすっごく怖いよ。その後パラシュートを開いて着地するんだ。でも今日はスカイダイビングをこの中でする。中で大きな扇風機が下から風を送り上に吹き上げる。ブワッと。そして君はここで宙に浮くってわけさ。イエーイ、僕もすっごく楽しみだよ。じゃあ行こう。はーい、アイフライへようこそ。ウフフ、今日はよろしくね。上のフライトデッキに行ってくれ。みんな君を待ってるよ。よし、上に行くよ。こっちだ。フライトデッキ見学エリア。おお、ここを上がるとデッキがあるみたいだね。うわ、すっごくワクワクするよ。わあ、着いたよ。わあ、これがフライトデッキだね。ここで見学するんだ。それからここが空飛ぶお部屋だ。ああ、もう待ちきれない。これを見て、空飛ぶお部屋の中には色とりどりのボールが置かれてる。おもちゃもあるね。よし、いい考えがある。空飛ぶお部屋のスイッチを入れて、どれが一番先に宙に浮くか試そう。ついてきて。おっとおっとおっと、ちょっと待って。まず安全装置をつけないとね。多分こっちの方かな。ここに黄色いロッカーがある。うわあ。よし、ここだな。あったぞ。まずこれはゴーグルだ。あー、見やすいね。目を守れる。よし、それと耳栓もあるよ。耳に入れて完璧。こうして反対にも入れて、これで両方入った。よし、それじゃ部屋に戻ろうか。どれが飛ぶか確かめてみよう。おお、これ見て。ここにカゴが置いてある。それじゃまずはじめにどれを飛ばしてみようかな。僕の足元にあるのは穴の開いたウィッフルボール。青色とピンク色だ。これはゴム製のアヒルだ。それに見て、ゴムのニワトリ。いいね。ほら見て見て。うわあ、大きなバスケットボールだ。うわあ。よし、ここは決めるぞ。それじゃ何が一番先に飛ぶかな。ああ、風の音だ。うわあ、ボールが勝手に動き出した。うわあ。よし、ボールを集めるぞ。考えがあるんだ。この容器に入った水をこぼして宙に浮くか試してみよう。行くよ。わあ、わあ、今の見た？水が宙に浮いてたよ。わあ、
それじゃあまたね、しずくちゃん。すごく高いところまで飛んでいったよ。もう少しやろう。うわもう少しだけ、後で秘密兵器を出すよ。あはは、ウォッホー、あはは、落ちてきたよ。ああ濡れちゃったよ。よし、これを見て。いいかい、実はここにかっこいい水鉄砲を用意したんだ。これに水を入れよう。これでよし、水で満タンにしたよ。準備はいい？うわー、いつもなら水はまっすぐに遠くまで飛んでいくけど、ここでは、うわははは、ういあはは、ものすごい量の水だね。すごく楽しかったよ。おもちゃや水の動きが見られて、風がすごい速さで吹き上げてきてたね。でもここではおもちゃや水だけじゃなく、自分の体まで宙に浮かせることができるんだ。じゃあどうやるか教わろう。この教室でね。あわあ、ここで何をするの？いや、これから映像を使って必要なことを教えるよ。それから飛びに行こう。いいね。それじゃ座って見てみよう。うほほ、かっこよかったね。それじゃブリッピー、もう飛び方は分かったよね。うん、じゃあ大丈夫だよ。テストするよ。いいよ。この合図は？足を伸ばす。当たりだ。じゃあこれは？膝を曲げる。それは体の力を抜くだよね。よし、当たりだ。大事なのは？顎を上げる。よし、もう大丈夫そうだね。装備をつけに行こう。やった。ヘルメットとゴーグル、フライトスーツだ。分かった。こっち。今から怪我しないための装備をつけるよ。その後いよいよ飛ぶんだ。イエーイ。よし、ずいぶんたくさんの装備があるね。まずはここにあるフライトスーツだ。あとヘルメット、そしてゴーグルに、最後は耳栓だ。じゃあ行くよ。3、2、1。わほほ、見て見て、イエーイ、似合うかな。うふう、飛ぶ準備は完璧さ。空飛ぶお部屋に向かおの強さを変えてもっと高く飛ぶよ。うほほほ、すごかったよ。じゃあ次はプロの技を見よう。こっちだ。すっごく楽しみだね。うわあ、この装置を見て。うわあ、すっごく大きいよね。さあ始まるよ。
すごいよ。本当にすごかった。君も見たよね。高く上がって降りてぐるりと回ってくねくね踊ってた。最後のは冗談、綺麗な体勢で飛んでたね。イエーイ、最高にかっこよかった。見ていてワクワクしたよ。僕の時も下からブワッと風が吹いて胸や体を押し上げたんだ。体を丸めると下に降りていって、逆に体を広げると上がっていった。そう、僕の体に風がたくさん当たるようになったから。おお、すごく楽しかった。またぜひ挑戦してみたいよ。ブリッピー、とっても上手に飛べてたよ。君にフライト証明書をあげる。また新しい技を学びに戻ってきて。嬉しいね。頑張ったね。フライト証明書だ。よくやった。どうもありがとう。うわあ、フライト証明書をもらっちゃった。ここアイフライでフライトをマスターしたからだよ。イエーイ。ウホホホホ、今日はとっても楽しかった。アイフライインドアスカイダイビングからお届けしたよ。ウホホ、すごかったよね。吹き上げる風に身を任せて、まるで空を飛んでいるような気持ちになれたよ。うわうわあ、最高に楽しかった。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ、ブリッピー。ブリッピー、やったね。それじゃあまたね。バイバイ。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。はい、僕はブリッピー。今日はエイミーズプレイグランドに来てる。カリフォルニア州だよ。とってもワクワクしちゃうよ。だってこれからたくさん体を動かすんだからね。いろんな動きや運動をしよう。行くよ。うおはなんだかすごい場所だね。ここで体を動かすのが楽しみだよ。さあ行こう。来て。わあ、見て、ゲートだ。ゲートを通るには靴を脱がないとね。さあ、一つ目、二つ目。外で遊ぶ時には靴を履くよね。でも今日は脱いじゃうよ。お部屋で遊ぶからね。これでよしと。わあ、おいでよ。いろんな遊びができそうだね。でもまず何より先に走り回るよ。ウォームアップはとっても大切だからね。さあ行くよ。ねえ、君の家にもし走り回れるスペースがあったら一緒に走ろうよ。挑戦だ。次は僕も狭いスペースを走る。行くよ。わあ、やったね。わあ、気持ちがいいね。胸がドキドキするよ。わあ、とっても疲れちゃった。おお、よし、遊びに行こう。弾んでるよ。わあ、オッケー。それじゃ一緒にストレッチしよう。よし、ここを使おうかな。家でも走ったり弾んだりして体を温めてからストレッチしよう。お、いいね。
足をストレッチしてる時に、お、筋肉が硬いようならゆっくり伸ばしてみて。あ、いい感じだよ、足がね。よし、次は背中。ふう、イエーイ。君も、うわ、できてるよ、やったね。うわはは、それじゃまた遊びに繰り出そう。ふう、ウィーン、ウィーン、ウィーン、うわはは、は、行くぞ。うわはは、戻ってくぞ。うわはははは、ね、さっき向こうでいいものを見つけちゃった。来て。広いスペースだ。ここで一緒に腕立て伏せに挑戦しよう。君もやってくれるかな。よし、やり方を説明するよ。まずは膝をつくんだ。それからこうやって床を押す。手と腕でね、腕と胸を鍛える運動なんだ。いくよ。あー、にゃ、にゃ、はあ、君もできた？イエーイ、やったね。じゃあもう一度挑戦しよう。でも次は膝をつかないでやるよ。いいね、いくよ。よし、つま先で支えて。うわー、イエーイ、うわー、やったね。君も運動が好きなの？僕もだよ、楽しいよね。気分が良くなるし、何より病気しないで長生きできるようにしてくれるんだ。ふふふふ、ウィー。あ、そうだ、何してるかわかる？そう、今ダンスしてるんだ。踊ることもとってもいい運動になるんだ。ダンスは好き？あ、音楽が聞こえる？ゆっくりだね。一緒に踊ろう。あ、音楽が変わった。速いテンポだ。ふふー、イエーイ、とっても上手だね。さてと、これでダンスは終わり。あっちにいいものがあったよ、ついてきて。ふう、これは滑り台とバウンスハウスだ。中でジャンプすることができる。一緒にジャンプしてみたい？それじゃスイッチを入れよう。全部膨らんだらジャンプを始めるよ。よし、行くぞ。うわははは、イエーイ。それじゃ中に入ってジャンプしよう。ふふう、こうだ。僕が中で飛び跳ねたら一緒にジャンプしてくれる？イエーイ！よし、行くぞ！わあ、まるでカエルみたいだ。ゲロ、ゲロ、ゲロ、ゲロ。他にはどんな動物がジャンプするかな？カンガルーだ。カンガルーの真似って大好き。それじゃ入るよ。わははは、わあ、カエルがたくさんだ。レイオーやカンガルーも。あれを見てよ。ふふー、わはは、この運動はランジ。わあ、いい？まず前足を出すよ。
こんな風に真似してみて。それから軽く曲げるよ、後ろ足をね。そして床に膝をつける。それから後ろ足を前に戻す。こうだ。これがランジ1回分だ。続けるよ。2 3 4 5。足が燃えるように熱いって。うわっはっはっは。それじゃあこの消防車を持って一緒にランジしよう。1 2 3 4 5。ランジって最高。ダンスも大好き。君と一緒に学ぶのもね。うわー、他に好きなものは？そう、ハイハイが好き。イエーイ、行くよ。ハイハイして歩くのも運動の一種だよ。わあ、わあ、ハロー。行くよ。うわあ、僕が見える。はーい。わあ、はーい。この動きはまるでクマだ。うわあ、うわあ。おお、うわあ。他にハイハイする動物は？そう、たくさんいるよね。ああ、例えばアリクイ。何を食べるのかな？アリだね。そのまんまだ。ほっほっ。ねえ、君は床から何か取ろうとして手が届かなかったこと、今までにあるかな？見て。うわ、うわ。そうだ、それじゃ今からスクワットって運動をしようよ。ふう。まずは膝を曲げて背中をピンと伸ばす。それから腰を落として物を拾う。よし、それじゃこれをここに置いて、いよいよスクワットだ。行くぞ。うわあ、いいぞ、やったね。次は手に何も持たずにこのスクワットって運動をやってみよう。こんな風に、うっ、うっ、はは、イエーイ。君もやってる？僕と一緒に10回やってみよう。じゃあゼロからだ。もうやり方は分かってるよね。いいね、熱くなるぞ。行くぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あ、足が痛くなった。イエーイ、やったね。さあもっと遊ぼう。今日はとっても楽しかった。エイミーズプレイグランドで遊んだよ。カリフォルニア州だ。今日はとってもためになったね。学んだのはいろんな動きや、ははん、それと運動についてだ。ふっふー、イエーイ。うわ、とっても強くなったよ。やったね。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。さあ集まれ、楽しく学ぼう。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。はい、僕はブリッピー。うわー、後ろに何があるか見える？そう、丸太だよ。おーほほー、今日はオリンピアっていう港に来てる。ワシントン州だよ。ここの丸太は切り倒されて他の国に運ばれて、そして家作りに使われるんだ。ワシントン州ってすごいんだよ。こうやって木を一本切り倒すごとに会社は新しい木を少なくとも3本植えるんだ。
それじゃ早速港を探検してみようよ。でもまずは安全のための装備がいるよ。安全って大好きなんだ。よし、港を探検しに行こうか。ウホホホ、見て見て、あれはクレーンだ。すっごく大きいね。クレーンって大好き。地面から荷物を持ち上げてすっごく高いところまで運ぶんだ。かなり重たいものもね。このクレーンの中を見てみよう。うおほほほ、すごいよ。ここにあるのはクレーンのホイールとタイヤだ。見て、タイヤは黒でホイールは青色をしてるね。タイヤが2つ並んでることに気づいた？ほら、2つ。そう、1つだけじゃなく2つあるんだ。そうだ、いい考えがある。ホイールとタイヤの数を数えてみない？よし、ここから始めるよ。いい？いくよ。1 2 3 4 5 6 7 8、8つタイヤがあったよ。ちょっと待って、確か2つずつ並んでたよね。それじゃつまり8×2、 8×2 は16だね。やったね。でもちょっと待って、タイヤは片側だけじゃなく反対側にも同じ数だけあるはずだよね。つまりこうだ、 16×2。 難しいな。16×2、 32個のホイールとタイヤだ。やったね。おお、見て見て、働いてる人がいるよ。話しかけてみよう。こんにちは。はーい。いやー、ブリッピー。どうも、君は？フランクだ。はじめまして。こちらこそ。ここで何をしてるの？僕はこの港にある機械の整備をしているんだ。今日はこのクレーンを調べていくよ。おお、クレーンだって？かっこいい。ついてっていい？もちろん。やった。おいで。よし、行こう。着いたよ。さあ入って。こっちだよ。うわー、これ見て。うわー、おー、この椅子に座ってみるからね。ここでクレーンを動かす。おー、見て、すごく高い。おー、おー、うわー、すごい迫力。地上からの高さは90フィート、およそね、30メートルくらいだね、だいたい。おお、あそこにあるフックが見えるかな？あれは荷物を引っ掛けるのに使われる。あのフックで丸太やボートや何だって運べるんだ。わあ、こっちについてきて。おお、巨大なケーブルだね。あれでケーブルを巻き上げる。うお、広い部屋だ。見て。おお、それとこっちは機械室だね。わお、すごい装置だ。見てよ、働いてる人がいた。お仕事中だよ。はーい。いいね。それじゃこの部屋を出ようか。うわー、今からエンジン室に入るよ。おお、なんて大きなエンジンなんだろう。フランク、これはどのくらい大きいの？すごく大きいよ。12気筒の、これはツインターボ、カミンズ製ディーゼル。うわー、大きくて馬力のあるエンジンなんだね。おお、
気をつけて、揺れてる。うわー、ものすごく大きかったね。うわー、とっても重たいものを持ち上げるのに使われるんだ。おお、行こうか。わあ、これを見て、とっても大きな船だね。ほら、この船にはさっき向こうで見た丸太がたくさん積まれているね。船はこれから他の国を目指し旅をするんだよ。そして丸太を届ける。おお、看板に何か書いてあるよ。関係者以外立ち入り禁止だって。僕らは入って大丈夫。すごく大きな丸太だね。たくさん積まれているよ。一緒に数を数えてみよう。いくよ。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14441、14445、14461万。おっと、どこまで行ったっけ。まあいっか、しょうがないや。それじゃ、丸太を積む作業の邪魔にならないようにここを離れようか。そうすればもっと積み込めるはず。それじゃあ行くぞ。見てよ、小さなボートだね。おほほ、これは中くらいの大きさのボートだ。おほほ、これはとっても大きなボートだ。ねえねえ、あれを見てよ、移動式のリフトがある。移動式リフトは海の上からこのベルトを水中に下ろしてボートを持ち上げたり下ろしたりもできるんだよ。向こうにボートがちょうど一艘止まっているよ。水から上げて下ろすところだ。ほら、これを見て、とっても大きなベルトだね。すっごく頑丈だよ。これで持ち上げられる重量はおよそスクールバス7台分なんだって。すごい重さだよね。それじゃちょっとどいておこう。これからボートを運ぶんだって。とっても楽しみだね。わあ、ものすごく大きな機械だね。何をしてるかわかる？今はベルトを水面に下ろしているところなんだ。これからこのベルトを水の中に沈めてボートをその真上まで移動させるんだ。そうしてベルトがボートを引き上げて陸まで運んでくれるってわけさ。何してるかわかる？ポールを使って船をゆっくりと引き寄せているね。ぶつけて傷をつけないよう気をつけてるんだ。ほら、きっと他の人のボートだから大切に丁寧に扱っているんだね。君も友達からおもちゃを借りた時は壊さないよう大切に扱ってあげてね。うわあ、あれを見て、ボートを持ち上げてるよ。ほら、水から上げられてタイヤがコンクリートの上を転がっているね。陸に戻ってくるんだ。ほほほほ、すごかったね。それじゃ汚れを落とそう。見てよ、これ、たくさんのフジツボがついてる。海藻まで生えてるよ。うわー、ははは、とっても美味しそう。食べないけどね。
よし、綺麗になったね。イエーイ。それじゃ僕は冒険を続けるよ。まだ見たいボートがたくさんあるんだ。ほら見て、こんなにあるよ。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。さあ集まれ楽しく学ぼう、心を踊らせ名前を呼ぶよ。ハロー、はい、僕はブリッピー。今日はここボールダーベンドグラスワークスに来てる。ワシントン州レベンワースだよ。うわあ、いろいろ飾られてるね。うわあ、すべてガラスで作られた作品だ。おお、とっても壊れやすいんだ。うわあ、優しく扱わないとね。うわあ、これを見て。そう、上にいろんな小物を置いておけるよ。あ、おお、うわあ、見て、とっても鮮やかな色だね。うわあ、一体どうやって作ったのかとっても気になるね。よいしょっと、作品はすべて手作りされてる。ここでね。そう、手作りなんだ。機械とかそういうものは一つも使ってない。ここの作品は全部人の手で作られたんだ。すごい、作った二人もここにいるよ。ははよし、先へ進もう。こっち。うわあ、わあ、とっても素敵だ。これは青と白のお皿だね。大きいからたくさん盛り付けて食べられそうだ。もぐ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 。もしくは飾りに使ってもいいよね。うわあ、とっても素敵だね。うわあ、これを見て。青とオレンジだ。僕の大好きな色だよ。うわあ、ガラスってとっても素敵だね。見て、すごく硬いよ。ああ、手が痛い。高い温度で熱すると、これが液体みたいに柔らかくなるんだ。まるで蜂蜜。僕の大好物さ。うわあ、なんて素敵な場所だろう。うわあ、すごくかっこいい機械や道具がたくさんある。ね、こっちこっち。うわあ、これはなんだろう。ハサミみたいだね。でもガラスに使われるんだ。よし、これは後で詳しく見てみよう。じゃあ次はこっちを見てみよう。うわあ、いろんな色があるね。これは実はガラスを固めたものだ。うわあ、これは何色？そう、明るい赤だね。今の聞いた？ほら、いいね。じゃあこれは赤色だね。オレンジ色。ここは黄色。こっちは緑。これはターコイズ。ここの青緑のだ。それとこの青色。あとここにあるのが紫だ。そして最後に白。すごくカラフル。何ができるのか考えただけでワクワクしちゃうよ。うわあ、ガラスの棒がたくさんあるね。うわあ、すごいね。あ、内側に色がついてる。おお、オッケー。こっちには何があるのかな。うわあ、見てこれ。いいね、素敵なベンチだ。ここで金属の棒を回すんだ。端にガラスをつけてね。これはなんていうか、その金属のコテかな。ガラスを平らにする。うー、大きなピンセットだね。わあ、これは種切りバサミだよ。それぞれの道具に違った役割があるんだ。お、これを見て、なんて大きなコテだ。ガラスに当てられて少し表面が黒くなってる。焦げたんだね、何度も。これはかっこいいぞ。よし、戻しておこう。見て、ここにあるのはバーナーだ。これだよ、トーチに似てる。そう、中から炎が吹き出るんだ。おお、
見て見て、これはまるでボールみたいだ。うわあ、素敵だね。あ、ここにガラスを入れるんだね。よし、冒険を続けよう。うわあ、これを見て。そう、これがかまどだよ。この中でガラスに熱を加えるんだ。すっごく熱くなるから絶対に触ってはいけないよ。でもかっこいいよね。おお、いいものがあるよ。小さなガラスの粒だ。うわあ、とってもカラフルだね。うわあ、黄色に青色、オレンジと黄色、紫色。おお、僕の大好きな2色も忘れてないよね。青色とオレンジ色だ。ほんと最高だよね。うわ、あそこを見て。ここには安全グッズが置かれてるね。知っての通り、僕は安全が大好きなんだ。これを見て。とっても大きなミトンがある。これでどんなに熱々のガラスを持っても火傷せずに済むよ。うわお、プッププープッププー、あっ、うわお、よしと。うわあ、下を見て。うわあ、これはどうやらヘルメットだ。似合うかな。変な感じ。いいね、安全グッズは大好きだ。身を守ってくれるんだ。お、またかまどがある。ここでは出来上がったガラスを冷やすんだ。割れないようゆっくり。わあ、また別のかまどだ。このかまどはものすごく熱いよ。ここには透明のガラスが入ってる。そう、すごい高熱で溶かされた状態でね。はっ、わあ、こっちを見て。これもバーナーだ。ここも熱いから決して触っちゃいけないよ。うわあ、ここには面白いものがたくさんあるね。でも怪我には十分気をつけよう。おっと、見て、すごいね。この竿を見て。竿の中には穴が開いてる。見えるかな。そう、この穴にガラス職人がふーっと息を吹き込んでいくと、反対につけたガラスの種に空気が入って膨らんでいくんだ。まるでガムを膨らますようにね。風船ガムだね。さてと、ここは竿の置き場だ。見て見て、使い終わってとっても冷たくなってる。だから僕も触れるんだね。すごいや。とっても面白かった。イエーイ。うわー、すごいね。うわー、何してるのかな。うわー、はい、君たちは誰。クレイグだ。ジョリーよ。おー、はじめまして。僕はブリッピー。何してるの。吹きガラスでハートを作る。よく作ってるんだ。おー、ガラスを吹いてハートを作るんだって。ここで見学してもいいかな。もちろん、どうぞ。やったね。うわー、どうして持ち上げるの。重力を使うの。してるの。形をきれいに整えてるの。おお、まるでピンセットみたいだ。
わあ、作ってるものが見えた？あれはハートの形。そう、愛情を表してる。どうしてそこに入れるの？ガラスをゆっくりと冷ますためだよ。急に冷ますと割れちゃうんだ。ここで丸一日およそ500度に保たれて2日以上かけて冷ますよ。楽しみだね。早く完成しないかな。ハートが見られるよ。すごかったね。ガラスを使ってハートを作ってたよ。さあ次は僕の番だ。早速準備をしていこう。まずは作業用のゴーグルだ。イエーイ。おお、似合うかな。ふう。イエーイ。準備は完了。おお。うわあ。これを見て。うわあ。竿を転がすよ。いいね。これとっても面白いよ。行くぞ。これでよしと。ワクワクするね。わあ。ここで熱を加える。選んだ色は青とオレンジだ。僕の大好きな色。あ、いいね。君の好きな色は何色？わあ、素敵な色だよね。竿を回してるよ。そうだ、ガラスが重力で下に引っ張られるからね。いいね。お、おー、これはものすごく熱いよ。気をつけて。オーケー、転がすよ。おっと、そう、いいぞ、続けて。おー、その調子、続けて。さあ、どうかな。いいぞ、それでいい。そう、まだ転がす。そろそろ止めてみようか。オッケー、冷まし始めよう。わかった。もう十分に動かしたと思うから。ああ、まずは冷ますんだ。熱いガラスで覆った時にその方がコントロールしやすい。滴り落ちずに済むんだ。はあ、なるほど。まずは少し冷ますんだね。わあ、上出来だよ。ありがとう。オッケー。おお、面白いね。うわあ、冷ますことでガラスはすごく硬くなるんだ。でも熱するとかなりの高温が必要だけど、ガラスはまるで蜂蜜みたいに溶ける。大好物さ。でもこんなに熱いと食べたくないね。蜂蜜でもやけどしちゃうよ。うわあ。彼女の手元を見て。使ってるのはスプーンみたいな道具だ。ガラスを丸くしてボールの形にしてるんだね。わあ、あは、少し温めるよ。それ、うお、あは、オーケー、いいぞ。おお、おっと、よし、まずはこの道具を使って叩くよ。転がしながらだ。行くぞ。よーし、いいね。うわー、すごいね。形を整えよう。ハートに見えるかな。イエーイ。よし、少し温めてみよう。この後細かく形を直すからね。いいね。それじゃ最後に形を整えていこう。まずはここからだ。お、どうかな。いい感じだね。それからここはもう少し引っ張って尖らせてみよう。完璧だ。あとはこうして
いいぞ。うわあ。あともう少しだけへこみが欲しい。ここだ。真ん中になってる？ずれたかな。まあいいか。できた。よし、どうかな？素晴らしいよ。どうぞ。はい。よし。お。うわあ、すごく面白かった。これから仕上げをしてもらうよ。そして最後に金属の棒を外すんだ。後ろに固定していた棒を取ったから傷が残ってる。ここを熱していく。それから上にスタンプを押せよ。こんな風にね。ふうふう、今日もとっても楽しかったね。ボールダーベンドグラスワークスからお送りしたよ。楽しかった？イエーイ。見て、これが作った作品だよ。うわあ、これは彼らの作った釣り飾り。うわあ、どうやって作るか覚えてる？息を吹いて膨らませるんだ。うわあ、見てよ。とっても素敵な飾り。これも彼らのだ。青色と白色のボウルだ。うわあ、中に素敵なものを入れておけるね。本当に見事な作品だね。わあ、彼らの作ったハートだよ。素敵だ。色は黄色とオレンジ色。うわあ、いいね。キュン。とっても素敵な作品だ。それから僕らの作ったハートもある。イエーイ。何色を使ったか覚えてるかな？そう、青とオレンジだ。わあ、これだよ。うわあ、僕らのハートもとっても上手に作れたね。うわあ、最高にクールだよ。クールといえばどれも冷ましてあるんだ。そう、だからとっても硬い。そうだ、でも熱を加えていた時は液体みたいだったね。うわー、蜂蜜みたい。でも偽物さ、ガラスだもん。さて、それじゃそろそろ行かなくちゃ。今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー。ブリッピー、やったね。それじゃあね、バイバイ。はい、僕はブリッピー。ここがどこかわかる？そう、今日はワシントン州レベンワースにあるレベンワーススキー場に来てる。ほほほほほ、見てよ、素晴らしい雪景色でしょ。僕と一緒に今日は雪遊びを楽しもう。よし、行こう。これすごく楽しいね。何をしてるかわかる？そう、スノーチューブに乗って坂を滑ったんだ。この坂は短いね。でも見て、もっと長い坂があるよ。坂の上まで連れて行ってくれる機械もあるんだ。だから歩いて登る必要はないよ。後で見せるね。でもまずこれがスノーチューブだ。うわー、
これは全体が赤いカバーで覆われてるね。わあ、カバーがチューブを守ってるんだ。中に入ってるチューブは黒色でゴムでできているよ。見える？それからこれはスノーチューブのロープ。ここの輪っかを機械のフックに引っ掛けて君を坂の上まで引っ張り上げるってわけさ。うおー、早速見に行こう。 OK、 チェックしよう。この機械にはまずケーブルと滑車がある。近づいてみよう。おー、滑車が見える？回転してるね。この動きが力を生み出しているんだよ。だからフックがここにあるね。このフックがチューブと人を引っ張っていけるんだ。よし、一つ引っ掛けてどうなるか観察してみよう。じゃあ僕とゲームをしよう。スノーチューブがいくつあるか数えるんだ。いいね。一つ、二つ、三つ、四つのチューブだ。できたね。やったぞ。四つ数えられた。それじゃ次のゲームだ。とっても簡単だよ。このチューブの形は何でしょう？四角形ではない。じゃあ三角形かな？違う。これはタイヤと同じ形だ。そうだ、これは円形だね。ふふふ、やったね。これを見て、何だと思う？これは黒色のゴムのマット。すっごく重たいよ。はあ、それと灰色のカーペットだね。そう、家に置いてある普通のカーペットと同じだよ。いい？このマットとカーペットはチューブが通るところに置いてあってスピードを抑えてくれる。これがなければスピードが出すぎて飛んでいってしまうんだ、空まで。行くよ。よし、出発するぞ。うわはは。見た？すごく早かったね。最高だよ。わあ、あれを見て。すごくかっこいい乗り物だね。スキー場って最高。山をきれいに使えるようにすごい機械がたくさん揃ってる。わあ、見に行こう。わあ、これを見て。すごいね。これはドライブトラック。そう、この乗り物にはドライブトラックがついている。面白いね。普通はホイールとタイヤだけど、これは違う。ドライブトラックが雪をしっかり掴んでくれるから雪道も滑らずに進めるよ。あは、乗ってみよう。ふう、おお、バックしてる。イエーイ。
これを見て、何してるかわかる？そう、自転車に乗ってるんだ。おかしいよね、走っているのは雪の上だ。だって普通、自転車で走るのはコンクリートや土、アスファルトだ。でもこれは違う。この自転車のタイヤを見て、これはデコボコしてすごく幅が広い。うわあ。そう、普通の自転車に比べてずっと幅が広いんだ。だからファットタイヤと呼ばれる。これなら雪をしっかり捕まえられる。だから雪道でも滑らない。わあ、このタイヤの模様最高。さあ行くよ。まさに雪だ。おお、すごく冷たいね。外は凍えそうだ、暖かくしよう。部屋でホットココアを飲もう。おっと、失礼。あらりと舞う雪、心躍る。勇気を出して滑り出そう。さあ行くよ。見渡す限り雪景色、厚着して凍えないように。雪合戦のエンジェル、寒さ忘れ、心乗り物に挑戦だ。スノーモービルで進んで行こう。降り積もる雪の上、スピード上げるよ。とっても楽しかった。一緒に雪遊びができたからね。ああ、冬って大好きなんだ。そう、冬は一年の中でも最高の季節だよね。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー。ブリピー、やったね。それじゃまたね。バイバイ。はい、僕はブリッピー。今日はワシントン州のハンズオンチルドレンズミュージアムに来てる。もうワクワクが止められないよ。君といろいろ学べそうだ。はっ、行こう。はっ、ついてきて。はっ、はっ、はい。ちょうどこの望遠鏡を使って最高の景色を眺めていたんだ。おお、うわあ、最高といえば、みんなこの壁を見て。うわあ、たくさんのポンプが空気を押し出しチューブに送ってるんだ。よし、実験しよう。
使うのは緑色のハンカチだ。ここに入れるよ。スカーフかな？行くよ。おー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 、おっと出てきた。あはは、もう一回やろ。でも次はここを回して空気を違うルートに通すんだ。今のでさっき通った空気の通り道を塞いだよ。行くよ。3、2、1。おお、早いね。よし、次はこっちからだ。別の色で試そう。この黄色のスカーフと、あとオレンジ色のスカーフだ。行くよ。3、2、1。おお、おお、足の下から、あはは、黄色、そしてオレンジ色だ。あれはなんだ。この作業台でロケットを作るんだね。そして壁の裏側で打ち上げるんだ。よし、まずはここにある土台に白い紙を巻きつける。よし、いいぞ。できた。それからテープを取って。テープは便利だよ。こうして2枚の紙同士をくっつけることができる。ほら見て。糊も使えるよ。でも糊はあちこちにくっついてしまうんだ。だから今回はテープを使う。よし、これでロケットの本体ができた。次はフィンを作ろう。ここに見本がある。難しいな。どう作るんだろう。これで合ってる。よしと、切ってみよう。元は長方形だよ。これをこうして切って、できたぞ。三角形だ。これを折りたたんでいくよ。一つできた。そしてもう一つ三角形ができたぞ。よし、折ってみよう。今作ったこの2つのフィンをロケットの胴体に取り付ける。ああ、すっごく頑丈なテープだね。よしと、貼るよ。いいぞ。これが1つ目のフィンだ。どうかな？いい感じだね。それじゃあもう1つも取り付けよう。これでよしと。いいね。どうかな？かっこいいよね。次はノーズコーンを作るよ。さっきと同じ紙を使う。いくよ。まずは小さな円を描くように切る。そして次はこうするんだ。半分が円の形になってる扇形だ。それから角を作る。次に全体を丸めていって、いいね、完璧だ。それから、ああ、止めていくよ。うわあ、もうすぐだ。最後にこれを本体に固定する。力作だ。ああ、見た目はいまいちだけど飛んでくれるといいね。おっと、他の人が作ったロケットだ。持って行ってみよう。きっと中にはうまく飛ぶのもあるはず。念のためにね。僕のが失敗した時のために。これはいいね。うまく飛んでくれそうだ。向こうに持ってってみよう。いいかい、これが発射台だ。それじゃあまずはじめにロケットを発射台にセットする。よし、まずは僕のロケットだ。それから圧力を加えるよ。これでよし。さてと、これが発射ボタンだ。打ち上げてみよう。5、4、3、2、1。わー、飛んでいった
ぞ。イエーイ、やったね。僕らが作ったロケットだよ。次はリサイクル用のゴミ箱から拾ってきた方を試そう。こっちのロケットはどのくらい飛ぶかな。よし、行くぞ。いい感じに収まったよ。圧力をかけよう。ふう、よし、発射5秒前。4 3 2 1 0。おっと、あれ、ここ見て。だからこのロケットはゴミ箱に捨てられてたんだ。やっぱりゴミ箱行きだ。ついてきて。うわあ、美術教室みたいだ。うわあ、すごい、これを見て。誰かが手作りしたロボットだ。すごくかっこいい。だって芸術的な作品だからね。おっと、シンクもあるよ。ここで手を洗えるね。教室では手が汚れることもあるから。うわあ、この場所は最高だ。なんてったってグルーガンがあるもの。電源を入れるとここにセットされた塊が熱で溶かされ接着剤になる。こんな風に一瞬でね。うわあ、これを見て。この芸術作品は他の子が描いたものだ。うわあ、どれも本当に素敵だね。それにとってもカラフルだ。おお、探検を続けよう。うわあ、ものづくりって楽しいよね。おお、やあ、どうも。君は誰？私はブリン。おお、素敵な名前だね。作業場へようこそ。おお、作業場だって。へえ、何をするところなの？アートや工芸品を作れるのよ。ロボットを作ってペンキを塗ったり、それに絵も描けるわ。おー、面白そうだね。僕ができるプログラムはある？もちろん、冠を作らない？ああ、いいね。じゃあこの道具を使って好きに飾りをつけてみて。あ、わかった、どうもありがとう。頑張って。あ、それじゃあ一緒に冠を作ってみよう。よし、やるぞ。それじゃあ道具を出そう。うわあ、こんなのが中に入ってた。これをこうして頭に巻くと、おっと、長さが足りない。ひらめいたぞ。僕に考えがある。これを使うんだ。ホチキスだ。こうして2つをつなげて、ほら、これでよしだ。こうすれば頭の周りをぐるりと囲むことができるよ。ぴったりのサイズに調整していこう。完璧だ。止めるよ。これでよし。余ってしまった部分はここに用意してもらったハサミで切り取ってしまおう。よし、できた。見て、まん丸だよ。僕の頭にぴったりはまるよ。よし、いい感じだ。じゃあ余った部分は片付けておこう。さてと、次はここにあるものを使って飾り付けをしよう。まずはホチキスを戻して、次にマーカーを取り出そう。これで並々の青い線を描くよ。いいね、うまく描けたぞ。ううイエーイ。うん、次は何色にしよう。これだ、紫色。さっきのと被らないように並々の線を描くよ。うおー、さらにウィーン。裏側はこうしよう、ジグザグだ。うわー、線を引いたら、うう、お次は黒だぞ。うおー、いい感じになってきた。よし、できた。 OK、 じゃあ次の色は黄色だ。あー、なんだかこれって柔らかいね。こちょこちょこちょ、よし。くすぐったいや。よし、じゃあこの黄色をここにつけよう。こんな風に見えるかな。よし、いい感じになってきた。さすがだね。こっちにもう一つ、いいね。ここにも3つ目、完璧だ。できたぞ。少し位置を調整しよう。よし、これでどうかな。
似合ってる？おっと、何か忘れてる気がする。多分これかな。あん、お花だ。よし、ここにつけよう。ほら、似合ってるかな。我こそは王様ブリッピー。ふふふ、とっても面白かったね。チケットです。1枚いかがですか。僕の舞台を見てみませんか。ここで舞台のチケットを売ってるよ。君も舞台を見たい？イエーイ、きっと楽しいよ。じゃあ舞台裏で準備をしてくるね。また後で会おう。どうしよう、まずいぞ。全然準備できてない。おお、落ち着け。いいかブリッピー、大丈夫だ、君ならできる。大丈夫、よし、やるぞ。ご来場の皆様、ブリッピーです。テスト、テステス、はあ、よかった。皆様ようこそ。とっても面白いダジャレを用意しましたよ。よし、もしここで怪物が寝ていたら、二怪物。OK。 グラウンドの地下で行われる行事はモグラ運動会。まずいぞ、受けてない。なんとかごまかさなくちゃ。ワシントン州オリンピアにあるハンズオンチルドレンズミュージアムからお送りしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリッピー、ブリッピー、やったね。はい、僕はブリッピー。今日はシナプスサーカスセンターに来てるよ。ワシントン州だ。わあ、ここを見てよ。とってもカラフルだね。ここで子供たちが学ぶんだ、サーカスの技をね。お、はーい、君は誰？クリスタル先生よ。今日はサーカスを教えるわ。やったね、ワクワクしてきた。まずはじめに靴を脱いでね。オーケー、まずは靴を脱ごう。それじゃ、よいしょっと、一つ目、二つ目、よし、これで靴は脱げたよ。じゃ、学びに行こう。うわあ、この場所を見て。とっても素敵だね。ここに面白そうなものがたくさんあるよ。うわあ、見て、これはジャグリングボールだ。後で使ってみよう。羽がある、なんでここにあるんだろう。不思議だね。うわあ、見て、砂渡りのロープだよ。後でバランスを取れるか試してみよう。うわあ、これはトランポリン、よく弾むんだよ。早く飛びたいな。でもその前にやることがある。ウォームアップとストレッチだ。さあ、うわあ、これを見て、空中ブランコのバーみたいだね。うわあ、うわあ、エアリアルティシューだ。うわあ、これは何色？さあ、この色は紫だ。おっと、見てよこれ、もう一つあった。こっちの色は黄色だ。よし、そろそろウォームアップをしようか。それからストレッチして楽しんじゃうよ。おーや、はい、
い、ウォームアップしましょう。うん、いいよ。それじゃ向こうの青い壁まで走ってここまで戻ってきましょう。わかった、いい？よし、行くわよ。ねえ見て、走ってるよ。それじゃ向こうで円を作りましょう。オッケー。腕を後ろに回して準備運動するの。上からぶら下がれるようにね。うわ、次は泳ぐみたいに前に回す。オッケー。見て、腕で大きな円を描いてる。次は膝を開いて座ってね。足の裏を合わせて蝶を作る。おお、これを見て、まるで蝶が飛んでるみたいだね。蝶は初めはイモムシやケムシだけど、姿を変えながら成長して最後には美しい蝶になるんだ。それじゃ膝を閉じて前に伸ばしたら月まで打ち上げましょう。かかとを持って、いい？ 5 4 3 2 1、発射。もう一度やりましょう。次は3からよ。3 2 1、発射。わー、イエーイ。それじゃ立ち上がりましょう。あったまった？うん。それじゃ練習を始めましょう。ふふふ、いくよ。おお、とっても上手だね。すごく高くジャンプしてたよ。すごいね。わあ、この子を見てみよう。あ、素敵だね。みんなここでサーカスの技を学んでるんだ。わあ、この子を見て。うわあ、エアリアルティシューを上手に使いこなしてるよ。見て。うわあ、後ろを見て。これ素敵だね。たくさんの大きな紙が貼ってあるよ。そう、何かが書いてあるよね。ここには目標やそれができた人の名前が書いてあるみたいだよ。見てみようか。空中で足を開く。うわあ、この紙に名前を書いてる人はみんなこの技ができるようになったってことだ。例えばニール、アリッサ、ジョナ、ゾウイモ。うわー、すごいね。うわー、他も見てみよう。うん、うわ、足を伸ばして側転。おー、難しそう。でもできた子の名前があるよ。うわー、みんなすごいね。おっと、6本のクラブジャグリング。うわ、すっごく難しそう。ほら、まだ誰もできるようになってないみたい。うわ、難しすぎるよね。うん、ひらめいたぞ。この中から一つ選んで今日挑戦してみよう。すっごく面白そうだね。お、これどう？前転して手を使わずに起き上がり立つ。ああ、面白そうだね。前転なんだけど、でも最後に立ち上がるとき手を使っちゃダメだ。いいね、挑戦してみよう。ワクワクしちゃう。やったぞ、できた。イエー。どうぞ、紙に自分の名前を書いてね。本当に夢みたいだよ。イエー。うわあ、やったぞ。よし、ここだね。それじゃ名前を書いていくよ。ブリピー、ブリピー。うわあ、とっても嬉しいよ。イエーイ。この場所を見て、面白そうなものがたくさんあるね。うわ、これは何？うわ、まるで虹みたいだね。これは紫色。おお、紫のリングだ。うわ、素敵だね。それと青いリングもある。そしてこれは緑のリング。こっちは黄色だ。
それとこれは赤っぽいリングだね。オレンジっぽいけど赤ってことにしておこう。そしてこれはピンクのリング。うわぁ、なんだか素敵だね。とてもカラフルね。この形は何かな。そう、リングは円だ。ほら見て。うおぉ、これでジャグリングをやるね。いくぞ。うわぁ、おっと落としちゃった。おかしいね。次は腕に通して回すよ。うおぉ、じゃあ数を増やしてみよう。きっとすごいものが見られるはず。いくよ。うおぉ、うおぉ、うお面白いね。次はこれ、パンケーキフリップという技だ。こうやって練習するよ。ほら、くるっと裏返す。じゃあ行くよ。イエーイ、やったね。それじゃ元に戻しておこうね。ここにもあった。見て、元あった場所に綺麗に収まったでしょ。それじゃ他の道具も試してみよう。わあ、これはどう。これはクジャクの羽みたいだね。うわあ、クジャクってとっても綺麗だよね。はあ、君はクジャクを見たことある？うわあ、いいね。クジャクは羽を広げるととっても美しいんだよ。でも今日挑戦するのはこのクジャクの羽を使ってここでバランスを取る。それじゃあ指に置いて、うわあ、見てよ、ほらバランスを取ってる。床に落とさないように挑戦だ。うわあ、同じ場所に立ったままでもできるし、それに移動しながらだってできるよ。うわあ、うわあ、難しいね。よし、次はこれ、いい？鼻の上に乗せてみるよ。うわ、うわ、バランスを取ってるよ。うわははは、うわ、ははは、おかしいね。バランスを取るのって面白いね。他には何があるかな。見て、ここに細い、おっと、棒と、それにこれ。お皿だよ。何枚あるかな？いい？ 1,2,3 枚だ。何色のお皿かな？そう、青と赤と、そう、黄色だ。よし、それじゃ青を使おう。僕の好きな色の一つなんだ。それじゃ回すよ。よし、いいぞ、できた。ほら、回ってバランスを取ってるでしょ。いいね。そうだ、このお皿はプラスチックだよ。お家にあるお皿で真似をしたら絶対にダメだからね。落としたら割れちゃうよ。うわあ、これはサーカス用のお皿。くるくるくる、いい？うわあ、もう一回だ。うわあ、今の見た？いくぞ。おお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 おこれを見て、なんだか蜂みたいだね。いえ、蜂って素敵だよね。だって、蜂蜜を作るんだ。最高、蜂蜜大好き。よし、次はこのボール、赤と黒だ。それに、青と白、緑と黒。それじゃあ3つ選んでいくよ。この、3つだ。それじゃ、いくよ。
膝立ちになってジャグリング開始だ。おはははジャグリングって面白い。すごく難しいけど、うわうわうわ、たくさん練習すればいろんな技ができるようになるんだよ。やったね。よし、これを見て、次はこんなにたくさんでやる。いくよ。よし、かなり難しそうだね。いくぞ。全部落としちゃったよ。それじゃボールを拾っていこう。よし、他には何があるかな。うわー、これを見て、フラフープだ。イエーイ、フラフープって大好き。いいね、いくつか持って行ってみよう。よし、こっちに来て。うわー、フラフープが3つあるよ。見える？何色のフラフープかな？いい？これはまずオレンジ色、黄色、赤だ。うわあ、とっても素敵。よし、次はこれ。これは青色とキラキラの銀色だ。うわあ、そうだ、君の好きな色は何？うわあ、素敵だね。僕の好きな色は青とオレンジだ。じゃあこれは？そうだね、これは紫、それとキラキラ輝く銀色だ。イエーイ、これを使ってみよう。いくよ。まずは腕で回してみる。うわー、うわー、いいね、ウィー、ウォホー。見ててね。イエーイ、それじゃいくよ。ひらめいたぞ。これを床に置いてバラバラに並べたらジャンプして進んでみよう。いいね、いくよ。カエルになって飛ぼう。ゲロ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 イエーイ、やったね。サーカスの技を学んだよ。イエーイ。おお、これを見て。そうだ、覚えてる？綱渡りのロープだ。うわー、いいね。それじゃあこの上でバランスをとってみようか。細いロープだから難しそうだね。うわー、よし、挑戦だ。まずこの台に登って背筋を伸ばして立って遠くを見て。わかった。落ちた時のためにそばにいるわね。オッケー、よし、行くぞ。うわうわうわははははあ、落ちちゃった。大丈夫、もう一度やろう。行くよ。うわははは、また落ちちゃった。でもとっても楽しいね。それじゃ3回目の挑戦だ。いくぞ、やってやる。うわー、これを見て、僕渡れてるよ。うわー、うわー、よし、やったぞ。今の見た？本当に難しかったよ。でも難しいことをやり遂げた後はものすごく気分がいいんだ。やったね。よし、それじゃまずは転がってみよう。いくぞ。うわー、よし、次はバランスだ。うわ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 、次は腕で歩くよ。いくよ。うわ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 、イエーイ。うわ、今日は一日とっても楽しかった。イエーイ。さて、今回はこれでもうおしまい。でももっと
動画を見たければどうぞ僕の名前を検索して見てね。僕の名前は知ってるよね。いくよ、ブリッピー、ウフはい、僕はブリッピー。今日はワシントン州タムウォーターのディファイトランポリンパークに来てる。イエーイ。足には床にピタッとくっつく靴下だ。そう、滑らないように履いてるよ。ウホホホ、今日は楽しくなりそうだね。ここで一緒に学ぶのはアルファベットだよ。イエーイ。うわ、すごい場所だね。ここって最高だ。そうだ、オーサムって単語の頭文字は A だ。いいね。う、空中を飛ぶのってとっても楽しい。ちょっと待って、空中か。そうだ、エアーの初めの文字も A だ。すごいね。ふふう、見て、体が空中で弾んでるよ。弾むか。バウンスの頭文字は B だ。いいね、 A と B だ。わほほほ、いよー、行くぞ。わほほわほー、今の見た？後ろ宙返りだ。もう一回、ウフー、わほほほ。バックフリップの頭文字は B だ。 A と B、 ウィー。ねえ見て、ここにあるのは黒いバスケットボール、ブラック、そしてバスケットボール、どちらも頭文字は B だ。あはー、おう、わほー、ゴールに入れたよ。はっ、バスケットの頭文字も B だね。ふう、すっごく疲れちゃったよ。はって進もうかな。ウィー、クロールしてる。そうだ、クロールの頭文字は C だ。 A、B、C。 そう、 C が次の文字。はあ、うわ、そうだ、今から猫の真似をしよう。にゃーお、にゃーお。キャットの頭文字も C だね。うわ、おう、うわあ、向こうにあるエリアを見てよ。あそこではドッジボールができるみたい。どうやら対戦相手は2人だね。ここがドッジボールエリア。ドッジボールの頭文字は D だ。とっても面白い遊びだよ。ああこのボールを敵に向かって投げるんだ。ああよし、行くぞ。覚悟しろ。2対1だ。ダブルチームか。ダブルチームの初めの文字は D だ。うわ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 、こっちにもっとボールがあるぞ。うふう、ボールをうまく避けるんだ。うわうわ、ここから抜け出そう。うわ、ここまでに学んだのは A、B、C、そして D、 アルファベットの初めの4文字だね。ウフウ、クー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 。あは、真似してみたんだ、わしのね。イーグルの頭文字は E だ。クー、他にアルファベットの E から始まる動物を知ってる？ふん、わかったぞ。すごく大きくて灰色で鼻と牙が長い。パーパーパー、ゾウだ。エレファントもアルファベットの E で始まるね。わお、
トランポリンで遊ぶのってとっても楽しい。ウフー。ねえ、今のが次の文字だよ。 F。 そう、パンの初めの文字は F だ。おお、よし、それじゃ落ちるよ。今からこのフォームブロックに。フォール、そしてフォーム、どちらも頭文字は F。 あー、楽しいね。おお、よし、それじゃ向こうの壁に向かおう。ねえ、これを見て、岩の壁があるね。今から手と指の力を使って岩を掴んで登るよ。待って、グリップの頭文字は G だね。うわはは、ははウィー、まるでゴリラみたいだ。うわ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 、はは、面白いね。動物の真似は大好きなんだ。見て、ゴリラといえばぶら下がるのが好きだよね。よし、ハングだ。ぶら下がってる。ハングの初めの文字は H だ。うい、はあ、一緒にアルファベットを学ぶのはとっても楽しいね。ねえ、見て見て、面白い。この形は手だ。うわあ、ほら、手だ。ハンドの初めの文字も H だね。一緒にアルファベットについて学べてとっても楽しいよ。そうだ、一旦おさらいしよう。それじゃあいくよ。 A B C D E F G、 そして H。 ははそれじゃあ次の文字は I だ。そう、僕を意味する愛だね。ふふー、愛だ。ふふ、なんだか暑くなってきた。はあ、こういう時は氷に限るね。そう、体を冷やしてくれるイグルーもいいよね。 J はジャンプの J。 ふふー、イエーイ、よいしょっと。ふぅ、そうだ、 J で始まる他の単語といえばジャグリングだ。これでやるのは難しそう、でも挑戦だ。うわあ、惜しかったね。よし、次に行ってみよう。動物の真似だよ。何の動物かわかるかな。これはカンガルーだ。カンガルーの初めの文字は K だ。うわー、これを見て、まるでタコ揚げみたい。いいね、カイトも同じく頭文字は K だよ。そしてもう一つ、キックだ。おお、フォームブロックをキックした。いいぞ。うわー、ねえ、ちょっと待って、次の文字は今の僕の気持ちを表してる L。 僕ここ大好き、ラブだ。とっても楽しい気持ちになれるんだ。うわー、君は何が好き。そうだな、例えば兄弟とか、それとも野菜とか、もしくは君のパパやママ、もしかしてアイスクリーム。君とアルファベットを学べてとっても楽しいよ。それじゃあおさらいだ。 A B C D E F G H I J KL。 次の文字は M だよ。じゃあ音楽をかけて。
ミュージックって素敵だね。思わず踊りたくなっちゃう。うわー、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 ウィー。ねえ、君にとっても大切な話があるんだ。君の周りの人たちから聞いた話なんだけど、みんな君を褒めてたよ。親切だって。そう、これが次の文字だ。家族や友達に親切にできるのはとっても素晴らしいことだね。イエーイ、やったね、ナイスだ。よし、それじゃあ次はジャンプをするよ。ウフーうわっ、うううううおっと、ダメだ、ハマっちゃった。これじゃ無理だ、ここから出られない。ノー、無理だよ。よし、抜け出せた、やったね。もし僕がタコだったらもっと早く抜け出せたはず、スルリとね。だってタコには8本の腕があるんだ、触手とも言う。オクトパスの頭文字は O。 ねえ、今までにオリーブを食べたことは？そう、オリーブには黒とそして緑がある。あとオリーブの頭文字も O だ。クー、クー、クラッカーちょうだい、クラッカーちょうだい、クー、クラッカーちょうだい、クラッカーちょうだい、ブリッピー、ブリッピーそう、これはオウムだ。いいね、パロット、クーク ー, クークー。頭文字は P。 そうだ、君にお礼を言うよ。前向きですごいね。ポジティブでいることは大切だよね。だからそう、僕は幸せ者だよ。ポジティブな人たちと過ごせてね。ポジティブ、そしてピープル、両方頭文字は P だ。おほほー、鳥といえば僕の大好きな鳥にはこんなのがついてるよ。ほら、こんな感じ。何の鳥かわかる？そう、ウズラだ、クエイルだ。とってもかわいいよ。それにウズラは静かな鳥なんだ。いいね。ちょっと走ってくる、ウズラの真似をして。今の走りはすごく素早かったね。そうだ、クイックリーの頭文字は Q だ。いいね、 Q ってとってもキュートだ。それじゃ、ここまで一緒に学んできたアルファベットをおさらいしてみよう。 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q。 すごい、全部言えた。これでおさらいできた。おさらいか、リキャップの初めの文字は R、 これが次の文字だよ、 R。 ねえ、これは何？うわー、これはスロープまたはランプ。ほら見て、ランプの頭文字も R だね。こっちに来て。うわねえ、ここを覚えてる？ほら、これを見て、これは赤いフォームブロックだ。レッドの頭文字も R だ。それに、わあ、ロープ、うわー、うわー、ウィーああ、今のはすごいね。ロープにレッド、そしてランプ、全部 R から始まるね。こっちに来て。
ちょっと見て、これが何かわかるかな。これはどうやらブランコだ。いいね、スウィングの始めの文字は S。 これが次に学ぶアルファベットだよ。それじゃブランコに座って漕ぐよ。そう、シットだ。それじゃ行くぞ。3、2、1、うわー、ウィー、ウフー、ウィー。わー、ねえ見て、これはトランポリンだ。待てよ、トランポリンか。次のアルファベット、それは T だ。トランポリンの T だよ。見て、僕の体は今 T の形だ。腕が T の上の部分で、足は T の下の部分だ。面白いよね。これがなんて恐竜の真似かわかるかい。そう、T レックス。T レックスは大好き。はあ、すっごく疲れちゃった。ここで少し横になろう。だってすっごく疲れちゃった。タイヤードの頭文字も T だ。はあ、それじゃそろそろ次に行ってみようか。おお、うう、僕についてきて。うう、何かわかる？これはユニコーンだ。ウィー、空を飛んでるよ。ふふ、イエーイ。僕はユニコーン。ユニコーンの始めの文字は U だ。それじゃあまたおさらいするよ。学んだのはA、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U。 イエーイ、やったね。よし、残りはあと少しだ。それじゃ次に学ぶ文字は V だ。ね、聞こえる？この音はバイオリンだよ。そう、バイオリンの頭文字は V だ。バイオリンは楽器なんだ。わあ、とっても素敵な音色だね。ああ、ひどい音だよね。ハゲワシの鳴き真似だよ。バルチャーの始めの文字は V だ。それじゃハゲワシみたいに飛んでみよう。イエーイ、 V ってとってもかっこいい文字だよね。見て、僕は今歩いている。そう、ウォークだ。ウォークの頭文字は W。後ろ向きにも歩いちゃうよ。ふふう。あ、口笛だ。ホイッスルの頭文字は W。 声が聞こえる？ねえ、僕の口笛が聞こえてる？口笛が聞こえた？ささやいてみたよ。今はもう違う。でもさっきはこうしてウィスパーした。ウィスパーの頭文字は W だ。木琴って楽器知ってるかな。ザイロフォーンの頭文字は X だ。いいね。ねえ、今日は一日トランポリンパークで遊べてすごく楽しかったね。何より怪我せずに済んでよかった。だって
骨折したらレントゲンを取ることになる。今までに取ったことはある？X-ray の頭文字は X だ。おーい、なんでそんなに遠くにいるの？ハロー。今向こうから叫んでたのが聞こえたかな？エールの初めの文字は Y だね。これを見て。これは黄色のブロックだ。いいね。イエローの最初の文字も Y だ。ウィーウォーホー。何の真似かな。シマウマだよ。白黒のシマ模様があるゼブラの初めの文字は Z だ。ほら、 Z はアルファベットの最後の文字だね。ウフー。 Z で始まる別の言葉はね、ビュンだ。ジップの意味はすごく速いこと。見てて。向こうまでものすごい速さで走っていって、また戻ってきたよ。わあ、今日は君と一緒にアルファベットについて学んだね。じゃあ一度初めから全て言えるか確認してみよう。いい？ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y、 そして Z だ。やったね。今日は一緒にアルファベットを学べてとっても楽しかった。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー。ブリピー、もうアルファベットでもわかるかな。それじゃまた会おう。バイバイ。